思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で斬りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、強く生きるのです。強く。おお、もうかように大きくなったか。はい。どのような子が生まれてくるのやら。この未来は限りなく広がっておりますれば。目元はあなたに似ると良いですね。私の好きなあなたのその目に。いやいや、お前にこそ似ると良い。愛しいお前のその目にの。親としては傷一つなく健やかに育ってほしいものですが。なに、戦傷は武士の誉れよ。
私とあなたの間の子、どのような姿に育つのでしょうね。案ずるには及ばぬ。どのような姿になろうと、愛しい我が子よ。強く生きるのです。強く。
と鍛錬を積んでおけ。お前の相手は俺だ。
深くを取るとは。油断さえしなければ。
しらを侮りおって獲物の扱いぐらい心得ておるわ。よし、これで奴らを追っ払ってやる。
とかしねえと。